お疲れちゃんです。ラッタです。今日はですね、バランス調整後最強で紹介していきたいと思います。さあ、こちらになります。ロイジャイスケキンです。ということで、こちらのデッキね、今の世界1位と2位、2人ともね、使ってます。この世界1位のサンドボックスであったり、世界2位モハメドライドですね。おい、プロフ変わってる。であとはね、この今世界5位のルーカスって人もいろいろ使って、まあ上の人はいろいろ使ってるっちゃ使ってるんですけど、もうほんと世界トップもみんな愛用してます。まあはい、それがね、このロイなんですけども、まあチャンピオンアチャクエゴルナイが下放されたんですけど、スケキンは触れられなかったんですよ今回。まあなので周りが下がってこいつだけ変わってないんで、実質情報みたいなとこはまあありきりみたいなね。でハンターがですね、強化されたんですよ。で衝撃がすごい速くなったので、結構万能なカードになりましたね。まああとはなんかよく見る感じかな。はい、ということでやっていきたいと思います。でよくね、こうシーズン終盤にやっぱ流行るデッキって、もう上手い人たちが使うからめちゃくちゃ高回転だったり、使うのがマジで難しかったりするんですけど、このデッキはね、なんかこうゆっくり後ろからこうザッピー出してスケキン合わせてみたいな、こうなんか結構使いやすめのデッキだとね思ってるんですよ僕は。そうだからガチでね、結構おすすめなんですけど、おーめっちゃチンパやないかい。そうジャイですね、ジャイスケラ。マジジャイ強化されてね、タフになりましたね。 HP が多すぎます。そう、これでも勝ちました。はい、終わりです。初手始まりジャイスケラの矢の雨まで打ったら、さすがに相手コストないですね。うん、あ、しかもスケキンがこれ暴れてスキル使って、まあ、雪玉がねあるかもしれないんですけど、それまでにダメージが結構入るんじゃない。いや、コムリ強え。よいしょー。というわけで、まだ僕ロイ J 出してません。ロイ出してないんですけど、このスケキンハンターとかスケキントリトンとか、まあ、スケキン前で言ったら巨スキみたいな感じですね、ポジション的には。そうそう、キョロイの巨スキがスケキンになっちゃったみたいな、まあそんな感じかな。でハンター強いんで、まあ、ジャイ来たら即溶かせばいいよねっていうので、ほんとなんか使いやすいデッキが流行ってくれたので、ちょっとこれでね、今回はマルチだったりいろいろやっていきたいですよね。とりあえずハンターとか合わせて、まあ、ジャイ溶かすのにねスケブ使うか。でスケラ受けにはスケキンが意外と優秀なので、よいしょ。さあこれね、地味にきついと思います相手で。まあこのデッキは一応コウモリとかがちょっときついんですよね。対空がまあハンターザッピやるんで、まあ、バルーンとかには意外といけます。そうなんですけど、まあ、ラバとかにも意外といけますなんですけど、ただただのコウモリとかがねちょっと厄介になってきます。よいしょ。でザッピーの枠がエレキで使ってる人とかもいたんですよ。そう、まあ、だからほんとその辺は好みなのかなっていう。さあこのトリトンハンター優秀ですからね、相手のね攻めとかぶって刺す。もうフルカウンターです。だってこれやばくない、この形。スケキントリトンハンターザッピー、この方がねガチ強いんですよ。で、まあ、あとはロイジェ出してね、もう祈っとけば。でスケキンスキル使ってスケルトン部隊にウッドだけ構えてね、おいザッピー頑張って、コウモリ処して、おいおい気づけばもう両サイポキポキなのよっていう、えぐいんすよねガチで。スケキン、まあ下方どうなんだろうな、なんかその結局アチャクイゴルナイがやっぱ強かったから、その目立ってなかっただけで、チャンピオンはやっぱ結局強いんですよ、スケキンも。そうだからアチャクイゴルナイ下方されて、まあ下方されてもあそこも強いんだけど結局、スケキンのタッチはスケキン側からすると結構美味しいというか、結構暴走できそうなね、そうそんな気がしてます。まあ、本当スケキン自体全然弱いカードではないんで、なんならゴリゴリ強いですからね。そうそうそう、だから今期というか2ヶ月かな、2ヶ月後にまたバランス調整なので、それまではね結構本当スケキンゲーできそうな気もしますけどね。さあ優秀です。まあ、ダックプリみたいなね防衛の使い方してあげて、さあ相手はこれロイホグアチャクイの、まあ、環境テンプレですね。まあこれライト血毒な気もするな。うん、でスキルまあ使わなくてもいいけど、2コス使って相手にねウッドとかの2コスこう使わせられるんで、まあぶっちゃけトントンみたいなとこあるんでね。さあこれねめっちゃ相性いいはずです、どうだろう、悪いのか。
うん、まあ本当だってスケキンで守ってカウンターするだけみたいな、ロイよね、こうあんま出さなくていいっていう、気づけばスケキンとユニットのカウンターができてるっていうのがね、このデッキのねいい部分ですよね。よいしょ、さあどうしようかな、やっぱ圧着衣がねちょっと嫌ですけど、まあスケブ受けだったり、まあライトニング最悪打ったりとかスケキンで受けたりとか、まあそんな感じかな。さあ無理せずザピ頑張れ、ザピ頑張れ、いけ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 、めっちゃいけ、めっちゃいけ、持っていけ。さあでこう逆は無視して、これでねスキルも溜まります。いやこのスキルがちょっとやだな。でデリバリーもあるっすからね、これぶっちゃけ突破できるんじゃね。いやデリバリーのエイムよ。さあさあさあ、大砲あるとマジロイ通んないので、よいしょ。まあ次はハンターウッドっすね、豚来たら。さあここ結露していきます。ロイ J プラスの、まあ、ライトニングでね、ここはダメージを狙っていきたいですね。あと強いのがね、このロイの前にスケキンいるのも熱いんですよ。けどこのロイの逆にスケキンがいるのも熱くて、よいしょ、両サイ攻めですね。でここまあライトニングおとなしく打っちゃうか。でスケキンのスキルもここで使っていくと、両サイね相手ちょっと厄介になってくれます。いやでも防御うまいな、めっちゃいい試合したんやん。よいしょ、さあいやなんか来そうだな。じゃあしっかりスケキンで回収してあげて、いやマジで同サイでもいいんだけどね、あの大砲がね、大砲がでもこれ壊れるな。さあ壊れるので行ってあげると、圧着いこう。いやこれは発信前圧着いい。さあスケでくるウッドで剥がして、いやでかい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 。さあコストのアドがすごい取ってますね、今ダメージもリードしてるんで、ここも無理せず、ライトニング2周とかすごいしたくなっちゃうんですけど、ああこれはしますね、美味しい。であとはもうスケキンウッドで守るだけ。ザッピー展開のなんかこんな感じでね、なんかこう受けから受けから行ってカウンターできそうだったらしてみたいな。よいしょ、やばい、ちょっとうまいやん、やばい。ですがさすがにね、おられはしないよねと。で気づけばスケキンのスキルも溜まってるというわけで、さあオッケー、ライトニングでフィニッシュっていうデッキです。いやマジめっちゃ強いですよこれが。なんかめちゃくちゃ鉄壁な相手、そう結構迫撃とか、まあ、防衛重視のデッキがね嫌だったりするんですけど、なんかそういうデッキもやっぱライトニング刺さったらだとか、あとねスケキンのスキル使うとやっぱそれで事故るんですよね。そう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 、出る範囲が広いからスケキン事故とかもあって、結構幅広いデッキで戦います。さあよろしく。で相手がラバだった時に一つ覚えとくといい攻めがあって、スケキンスキブですね。あのガチ強いですよ。なんかスケキンスキブ行くと、まあ、相手がラバ出したタイミングとかですね、そしたら相手が基本3コストしかないので、その瞬間にスケキンスキブすると、まあ、ユニット1体か、まあ、呪文1枚使うかぐらいしかできないんですよ相手は。でうわなんか古いようなデッキ来たな。まあ、基本的にザップとかやらめ持ってるんで、まあ、それ来たら来たで、その後にスケキンのスキル使えばあの全部チャージしてくれてるんでぶっ刺さるよねっていう、なんかもうほんとスケキンスキブスケルブやり毒みたいな、よいしょ、ことが相手がラバだと起こります。ユニットで来たら来たでスケルトン部隊止まらないですしね、まあ、スケドラとかできても、そしたらそれであのラバの後ろ別に何も来ないんでね、その間にハンターで軽く溶かしてあげてっていう、まあ、ハンターあればマジでラバもバルーンも旬どけです。あれなんか同じ、あれ、あ同じのマザネクバージョンだこれ、ファイボかもしれないっすな。あとガチミラーだ、
いや松根くんなんかやだな、それはそれで。そう、ほぼ一緒です、ほぼ一緒です。親戚だ、デッキが一緒だ。うん、いやーこれ相手がさ、ファイボなのかライトニングなのか結構重要っすね。いやー行きたくなっちゃうけど、先に仕掛けるとちょっと怖い気がしてくるね。一発 OK で、スケルトン部隊も持ってんでしょ。いやこれ同じのマザネクか、どうなんだろう。あ、ファイボでしたね。いいのか悪いのか。まあ、形組んでライト打てたら俺の方が熱そうだけどね。さあこのね、スケキントリトンハンター熱いっす。でも行っちゃって良さそうだね、いっぱいいるし。いやな、ザッピーくんやばいねこれ。ザッピーやれる側とやれない側のこの差がでかくない？ちょっと、あ、その誰よおばちゃん、久々に見たね、マジでガチで久々に見た。さあウッドでしばく、よしよしよし、いやいいよからの、いやもう一回後ろから行くか、ゆっくり。まさねこおばちゃんすげえ嫌だなあれ、暇すぎてちょっとスケブステパね。いやこれライト打ってよそうだな、3体いけるなら。いやでかい、いいライトな気がする。うん、さあさあじりじり戦っていこうぜ。相手のファイはちょっと嫌だね。これも息毒？いやスキル使いて、使っちゃいます。いや使って早く、いっぱい舞台になっちゃうかもしれないんですけど、このタワーのターゲット取れてるんですよ今の間に。いやーカウンターやば、カウンターガチでやべえな、そんな知らんじゃん。頑張ってもらうしかねえや。いや耐えた、なんだろなんだろ、これ俺のターンみたいなとこない。さあライトニング欲しいな、ザッピーに。ザッピーライト、いやどっちだ、まあ、とりあえず打って、よしよしよし、ごっちゃごちゃごっちゃごちゃ入れ、一発 OKOKOK、 怖え、危ねえ危ねえ危ねえ、まあ、さあさあファイボライトでちょっとどうなんだろうねこれは。まあさすがにザッピー使ったからファイボの方が良さそうではあったっすけど、さあ粘りがちですね。さあこれは相手がねファイボ型のハンターがマザネクということで、まあでもこの編成でもマザネクに勝てるんならマザネク対策別にいらないですよねっていうとこっすよね。さあよろしく。マジ後ろからねザッピーだが展開してノコノコしとけばねなんとかにもなります。さあヒースピアースパイちゃん、スパちゃん、ああ仁義ですね、よかった。スパーキーとかだったらちょっと大変かもしれないですね。これ相手陸デッキなので、僕陸カードめっちゃあるんで受けに関してはね。さあザッピーくん展開、多分アチャクイとかだと思うんだよな。うん、いやガチで暇だな。いやここもスケキンで組みたいんだけどね、どうだろう、組まなくてもいいかな。さあ陸行きはね結構硬い方だと思うんですよ、いっぱいあって。うん、まあ、これライトで良さそう。さあまあダメージ的にはトントンかな。まあ、エディババはね、あっちゃっくい。
さ、だからこれも別に自分から無理して攻めるんじゃなくて、守ってユニットいっぱい溜まったくねえのとこでレッツゴーすればいいんですよね。うん、じゃあいつ自分がロイ展開するのってとこで、まあそれこそ相手が施設とかね、 2.6 オグとかなんかそういうなんか普通にカウンターするだけじゃ突破できなさそうな相手とかだね。結構本当に防衛勝てえじゃんっていう相手には、よいしょ、ケツからロイで組んだ方がいいかもしれないけど、さあスキキンのスキルがねめっちゃチャージされてる。これライト打ってよそうだな。でスキル打って、これ地味にうざいっすよね。いやこれ多いんすよねマジでさ、横からターンの横からこうネチネチいけるのがねちょっと強いんですよね。範囲が広すぎる。スケキン生まれる範囲短くなってのもというか狭くなっても良さそう。うん、そう後ろからもう僕はね攻める必要ないんでね。さあ相手がすごい来る。まあさすがにこれもね突破されないんですよね。そう硬すぎて、まあまあこれまた無理しなくていいですからね僕は。俺の思ったと逆を引っ張るな君。いやこうやってユニットが残ったところでカウンターで行くんですよ。そしたら相手もねこれ守りにくいですから非常に。で気づけばカウンターね。いやすごいよこれ、やばいよこれ。しかもこれ相手の抜きファイボもないのでここでガチでいきます。これ止まんないっすよ、だってタルも咲いてたんで。さあ物量ね、はい物量タイムでございますよ。これタルババやるけどいっぱいまだいる。オーケー、めっちゃ強くないこれ、えぐいんすよガチで。そうレベチの強さをちょっと誇ってるのでマジ皆さんもね今の間にはい使ってみてください。はい、ということで今のね、セガ1エニが使ってる、まあ、強数系じゃねえな、スケキンロイですね。はい。ガチ強いので、本当に使ってみてください。よければチャンネル高評価までお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。